どうも、エネと申します。皆さん、今回はですね、ちょっとご報告というかありまして、動画のサムネとタイトルにもなっていると思うんですけど、とうとう私、実況者 N ですね、奥さんの方に YouTube やってるっていうことを打ち明けました、この度。はい、そうなんですね。実は内緒でやってたんですねこれ。いやー、ね、とうとう言ったよ。何回かね、コメントで聞かれてて、これ家族の方知ってるんですかとか、奥さん知ってるんですかとか、コメントで聞かれてて、いや、まだ言ってませんみたいな。って返してたんだけど、いや、さすがにな、みたいな。もうそろそろ言わんとなっていう、まあちょっといろいろ考えてるところもあって、この度ね、言いました。いやー、ということで、今回はこのカスタムでやっていく。以前ね、TikTok とか YouTube の、TikTok と YouTube のコメントでいただいたんだけど、嫁との出会いの話をしてくれっていうコメントをいただいてね。その時に、上げた動画と同じカスタム。キノピオを使ってるのは、その時嫁さん髪切って、なんかちょっと失敗して、キノピオみたいな髪型になってて、キノピコじゃないよ。キノピコは三つ編みしてるでしょ？キノピオみたいな髪型、になってて、で、パタパタテンテンをカートなんだよ。カートで使ってるのはキノピオになんか形が似てるから。で、タイヤと、カイトの方はもう全く適当です。だから、あの時と同じカスタムで今回は嫁つながりということでやっていきます。ね。けどね、まあそうなんだよね。言ったの。奥さんに。12月31日、大晦日の日にね、夜中のね、言ったんだよ、俺。っていう話を今回していこうと思うんだけど、これね、もうすぐね、終わるんだよ。俺知ってるんだ。もうすぐ終わるから、多分ね、すげえ変なとこで切れちゃうから、次のレースから言うことにするわ。いいでしょ。許して。うまいことね、こう調整したいんだけどね、なかなかね、難しいところはあるよね。はい、3位。ということで、今回はやっていきます。次、ヨッシーバレーの 150cc。そう、ということでね、今まで内緒にしてきた俺のこの YouTube 活動をね、とうとう嫁さんに打ち明けたんですよ。12月31日、大晦日の日、だいたい何時ぐらいだったかな、11時ぐらいかな、夜の。子供たちの寝かしつけも終わってさ、なんか2人でね、日本酒でもちびちびやりながら、日本酒ちびちびやりながら、フグの、出張お土産で買ってきたフグの骨せんべいのさ、あと鶏皮、塩鶏皮みたいなやつ、鶏皮せんべいみたいなやつをさ、二人でポリポリやりながらさ、チビチビ飲みながらさ、話してたんだけど、こうおもむろにね、こう俺の YouTube のチャンネルページをパッて開いて、スマホでこう見せて、スマホじゃねえ、 iPad だった、まあいいや、そう開いて見せたの。っつって、この人知ってるみたいな、この人知ってるっつって、そのチャンネルページを見せて、その時ね、登録者数がね、確か9000うん百とかだったんだけど、そう見せて、何これ知らないみたいな、おーっつって、でチャンネルの上にバナーのところにさ、なんかこう画像があるじゃない、なんかそれ見て、これあれだねみたいな、この人のこの画像なんか好きそうな雰囲気だね、ドット絵でみたいなって言われたから、うん、そうなんだよね、だってこれ俺だもんっつって、はみたいなえ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、どういうことっつって、もう完全に頭が追いついてないよ。え、どういうことっつって、いや、これね、実は俺がやってる YouTube のチャンネルなんだよねっつってはぁみたいな、え、本当に、うん、本当っつって、ショート動画ちょろっと見てたら、あ、本当さ、声一緒だって言われて、うん、俺だからねみたいな、っつって、え、いつからみたいな、ね、8月の7日に1本目を上げましたっつって、はぁ、知らないんだけど、うん、言ってないもんって言って、マジか、全然気づかなかったっつって、で、ここまでチャンネルが伸びることができましたみたいな話をしてさ、へぇーっつって、もうそれ以外言葉が嫁さんもなんかね、それ以外言葉が出てこないよあー、もういい感じだったのに、頼む、そう見ててこなくて、あ、終わっちゃうな、ちょっとこっから落ち越します。次、ジクタククロックの 150cc。 あ、ちょっと失敗したな。そう、まあそれでチャンネルページをね見せたんだけど、
やっぱさ、ちょっと見ていいっていう話になるじゃん。あ、うん、でも、うん、いいよって言うしかないじゃん。で、いいよって言ったものの、俺、まあこういう感じのずっと喋り続けてるマリオカートの動画を上げてる、あー、危ない、上げてるんだけど、セクシービデオを持って歯科衛生士のお姉さんに振られた話とかさ、あの娘が言いまくってる動画とかさ、上げてるじゃない。あんまりね、あんまりいい動画ではないじゃない。嫁さんにはちょっとまああんまり見られたくないな、この場ではって思って、だからそれ結構上の方というか、その最初の方、最近の方の動画だから、その辺はシュッてこういい感じにスクロールして、シュッて飛ばして、いや早い早い早いとか、ああごめんごめんごめんっつって、でちょっとこう中盤以降をねちょっとこう見せてて、そしたらさっきもちょろっと言ったその嫁さんとの出会いを喋った動画、もうサムネに思いっきり嫁って書いてるから、まあそれでね、目、あ、何これっつって指が止まったんよ。あ、これね、ちょっとコメントでリクエストがあったから、出会いを喋ったんだっつって、みたいな、あなたの出会いに興味がある人がいるのみたいな、うん、なんか言ってくれたんだよねっつって、なんかそんな失礼なこと言うなよとか思いながら、ちょっとこれ見ていいっつって、もういいよっつって、まあそれ二人で見て、なんかこっぱずかしいよね、なんか俺と嫁さんの出会いの動画をさ喋っててさ、いやなんか俺良きって思ったよねとか言ってるのよ。俺なんかすげえ恥ずかしくて、なんだこの拷問って思いながら一緒にその動画見て、へーっつって、で登録者1000人達成した時のなんか1000人達成ありがとうっていう動画も一緒に見たんだけど、お前喋り方上手くなってんじゃねえよとか言われて、ちょっと上手くなってんじゃんみたいな、あどっすとか言ってあおかげさまで、はい、ちょっと上手になりましたとか言って見てたんだけど、そう、それでだからそれなんで言ったかっていうと、これからもね、その YouTube 活動っていうの、動画投稿っていうのを続けていきて、えこれ12じゃんやばくない、もう10もう動画どう、もういいやんこのレースすいません。なんか一人ヤバいのいるんだけど。次、アイスビルディングの 150cc。 そうでね、なんで嫁さんにその YouTube やってるんだっていうのを言ったかっていうと、これからも動画投稿を続けていきたいわけさ。でまあだから続けていきたいからさ、まあどっかのタイミングで言わなきゃなっていうのはずっと思ってて、で今回そのまあチャンネル登録者数がね1000人達成して、もうすぐ1万人いきますよっていうようなタイミングだったから、まあいいタイミングかなと思って言ったの。だからこれからも続けていきたいんだよね、この YouTube のゲーム実況、ゲーム実況というか、まあ、ゲーム実況っていうのをっていうのを奥さんに言ったら、もういいんじゃないって、せっかくここまで言ったんだから続けてみなよって言ってくれて、そうだからこれからも俺は動画を上げますっていうのと、俺ね1月4日に引っ越ししたんだよ。だからその大晦日の時っていうのはもう引っ越し前の荷造りの真っ最中みたいな感じだったんだけど、その時に1割ぐらいしか終わってなかったけどね。そうだったんだけど、前の家っていうのは寝室の隣に俺のそのゲーム部屋というか書斎というかパソコン部屋というかっていう部屋があって、寝室の隣の部屋でゲーム実況の収録をやってたのね。だからその結構さ、こうやって喋ってると、わーお、わー、喋ってるとさ、声が寝室まで丸聞こえなわけよ。そんなにこう、新しい家でもなかったら、なかったから防音もしっかりしてないし、丸聞こえなわけ。だから、その、声がね、特に夜中とか、子供がさ、もう寝てるのに俺がこんな大声でペラ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 喋ってたらさ、子供起きちゃうじゃん。っていうので、だから子供がいないタイミング、家族がいないタイミングっていうのを狙って今までずっとこう収録してきてるんだけど、今度ね、新しい家ではその収録部屋とかゲーム部屋っていうのが寝室からちょっと離れたところにあって、多分多少の大声だったらそこまで響かないんじゃないかなっていう位置にあるから、もうちょっとね、こういろいろできるな、何ができるかな、ライブ配信だなっていう考えに至ったわけですよ。だから言って、でライブ配信みたいなのもやってみたいんだよねっていう話をして、こうライブ配信やってくださいっていうコメントもいただいてるし、こうなんかね、もっとこうもうちょっと活動してみたいからライブ配信やってみたいんだよねっていうのを言ったら、おいよやってみなよっつって終わっちゃった。ちょっとお待ちします。次、ドラゴンロードの 200cc。 やばい、これさ、あ、いけたいけた。
そうライブ配信もやってみたいっていう話をしたらですね、あの承認をいただきまして奥さんの方からね、ということでライブ配信やりますやってみたかったライブ配信をやってみようと思います。初めてのライブ配信。そうで、もうそれも奥さんに言った理由っていうのが、やっぱライブ配信、わーおライブ配信やるってなったら、やっぱり俺の場合は多分10時とか11時ぐらいから始めるような感じになると思うのね。お仕事もあるからさ、仕事終わって、ね、仕事終わって帰ってきてから、あの子供たちの寝かしつけだったり、あの食器洗ったりだったり、そういう家事終わってからのライブ配信だから、やっぱり10時11時ぐらいになっちゃうんだけど、その時間もさ、やっぱりこうやることってあるわけじゃん。家でその皿洗いだけじゃないよ、いろいろと、ああやばいやばいやばい、洗濯物たたんだりとかね。そうだから、そういうところでこうちょっと奥さんに迷惑をねかけちゃうかもしれないなっつって、かけちゃうかもしれないんだけど、それでも大丈夫っていう風に言ったら、うん、いいよって言ってくれたわけさ。いやー、いい嫁さん思ったよ俺は、本当に言ってくれて。まあ毎週毎週は困っちゃうけどねみたいな。まあそれはもちろんそうなんだけど、そうだから、まあちょっと頻度はね低いんだけど、ライブ配信っていうのもちょっとやってみようかなと思っているわけでございますよ。ということで、1月の、あーやばい、1月の後半、多分最終週とかになっちゃうと思うんだけど、にライブ配信をやります。具体的な日付と時間はまだ決めてないけど、 YouTube の、 あのコミュニティ投稿ってやつとか、あと Twitter の告知とかでちょっと流させてもらおうかなと思ってるんだけど、そうで、なんでそんなに遅いのかっていうと、引っ越したばっかでね、まだ光回線が開通してないんよ。ということで、気持ちよく1位を取れたところで、今回の動画は終わりにしようと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。みんなよかったらライブ配信遊びに来てね。これ今俺ニンニン道場を選んだけどさ、俺さ今までの動画ずーっと任天堂城って言ってたんだよね。俺任天堂城っぽいじゃん、なんか任天堂のゲームなんだからさ。にとてってさ、このカタカナののがあるかないかの違いじゃん。コメントでご指摘いただきまして、ニンニン道場ですよみたいな、うわほんとだーと思って、もう言ってんそういうのもうおじさん恥ずかしいよ。しかも人間道場じゃないんかい。